どうも、吉本芸人の大野孝弘です。どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。今困難に立ち向かっている人たちへ、私から、私の人生経験から、得たもの、なんかを今日は話したいと思っております。どうぞよろしくお願いします。まず学生、そして社会人、そして主婦の方、さまざまな方が今困難に立ち向かっていると思います。僕もそうです。芸人っていう仕事をやってますけども、そんなに、お金ももらってるわけでもなく、正直売れてもなく、全然パッとしないです。はい。そんなやつのスピーチ聞いて何になるんだっていう話なんですけども、でもね、人は見た目で判断しちゃいけません。その人の地位で判断しちゃいけません。その人の人間性で判断してください。そうやって地位や学歴、こういうので判断する人は、間違いなく、頭の悪い方です、はい、賢くない方です、はい。賢く生きるためには、中身、見るようにしましょう。そしてですね、困難に立ち向かっている時どうすればいいか、僕もね、挫折したり、なんかいろいろありました。僕ね、19、20で、このお笑いの世界に入ったんですけども、いろいろ人間関係だったりとか、さまざまな、ね、上下関係だったりとかで、苦労したことございます。でもね、一つだけ自分に自信誇り持って言えることは、へこたれなかったんですよね、へこたれることは一度もなかったんです。ちょっとね、臭い言葉になりますけども、やはり努力をし続ける人のみこそが成功を得られるんだとね。お前売れてねえじゃねえかっていうね、成功してねえじゃねえかって、それはね、ごもっともなんだけども、さっきも言った通りね、見た目地位で判断しないでくださいね。やっぱり努力をし続けられる人間こそが成功する権利を持てる、そういうふうに思っておりますね。今困難に立ち向かってる人、浪人生でもそうですよ。ぜひね、勉強、ちょっとくじけそうな時、一息つきたいなと思った時でもね、5分頑張りましょう。5分でいいです。5分頑張ってみましょう。もうダメだ、一息つきたい、限界だ、それから5分頑張ってみましょう。その5分が積み重ねとなって、浪人生だったら、春に、受験がございます。冬か受験がございます。そして春に笑える日が来ると思います。ぜひね、頑張っていただきたいと思いますね。そして困難に立ち向かっている人にはね、先ほども言った通り、諦めるなと、努力をし続けろということでございますね。僕もお笑いの世界に入って7年経ちましたが、一日たりとも努力を怠ったことはありません。私の高い色は絶対に成功する、そういう思いでやっております。もう時間ということで、最後になりますが、これだけは忘れないでください。明日やろうはバカ野郎、こういう言葉があります。でも僕は明日やろうでもいいんじゃないか、そう思っております。今日やれない、今日ちょっともう無理だ、5分頑張ってみた、もう無理だ、そういう時はすっとやめましょう、諦めましょう、明日やりましょう。それで、皆さんの送る言葉とさせていただきたいと思います。本日はね、こういうところにお招きいただいて誠にありがとうございました。
皆さん、僕と一緒に頑張りましょう。どうもありがとうございました。